こんにちは、ジビロレーシングチームの成田明です。そうですね、僕はレーサーのバイクしか乗ったことないんですけど、初めて市販車のバイクを乗ってみて、すごくエンジン、思ったよりもパワーがあって、すごいのちょっと登り高とかなんですけど、スムーズに登っていて、で、スピードも全速なんですけど、トリックのあるバイクにしてはすごく伸びていくエンジンで、全部良かった気がして、びっくりしてます。そうですね、最初は恐る感じなんですけど、ちゃんと飛んでみると、思ったような雰囲気が体に来なくて、ファッションがすごく、連鎖っぽい感じですね。すべてにおいて、本当にびっくりしてて、こんな街乗りバイクでいいのかみたいな、レーサーじゃないのみたいな感じに思えてます。今回は普通の一般道は乗ってないんですけど、普通のしか乗ってないんですけど、まあ、普通に、で、山道行ったりして、で、あ、ここいい林道だなって見つけて、林道走っても全然違和感なく走れるバイクだと思うので、楽しめるんじゃないかなと思います。で、まあ、タイヤもサスペンションもエンジンも全て、いい感じに仕上がっているので、めちゃくちゃ楽しかったです。ぜひ皆さんも試乗してください。お願いします。ハハハハ。